今回の動画は、読み読み教室、宮沢賢治、山梨を読む。小学校の子供に、授業をね、する方法でやりますので、皆さん子供になったつもりで聞いてくださいね。それで子供はいろんなことを言いますから、それはもう別に構わないので、皆さん子供だと思います。これ、読み読み教室っていうのをやっていただきたいんですね、各クラスもね。それでそのためにどんなものを持ってくるかっていうことをやります。じゃあまず。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私は宇津木恵子と申します。柏市で教員をやっておりまして、今はあちらこちら全国を回っております。私の名前はって言って、いつもここに宇津木恵子って書いてみんなに教えるんですね。だいたいこれで5分ぐらいかかります。で、それが前置きですね。じゃあ、皆さん一緒に書きましょうということで、書く力と読む力と聞く力と話す力を私は診断しながら見ていきます。ですから、じゃあ最初に、今日は何日ですか？はい、3月8日です。はい。3月8日。じゃあこれをスラッシュを入れて書いてみましょうっていうふうにして、こう、やりますね。または、大抵は3月8日って書いても別に構わないんですけど、こうやって書くことも勉強です。で、こういうスラッシュっていうのを。で、恵子先生、私、恵子なので、こちらで名前を宇津木恵子と教えたので、漢字でもいいんですけど、一応、恵子先生の、で、ここまでこう書きます。そして、1年生以外は、読み読み教室を漢字で書きましょうって言いますね。読むっていう字は、一応、ごんべんですねっていうふうに言いますね。で、読み、読み教室。私が書き終わった時には、皆さん手を置いて左に手を置いてくださいねっていうですね。そうすると、だるまさん転んだって知ってるっていう。知ってる。はい。私がパッと振り向いたらみんなもう終わってんのよっていう言い方をします。はい。じゃあ、書きますね。よ。み。よ。教室も漢字で書いてください。教はい、書き終わりました。振り向きますよ。っていうパッとですね。ちょっとみんなで聞く言いますね。まだ終わらない子は待って待ってとか言うんですけど、一応これで書き終わりますね。じゃあ今日は宮沢賢治さんの山梨を読んでいきたいと思います。山梨、宮沢賢治って知っていますか？じゃあ山梨はひらがなですので、こうやって書いてください。はい、鍵括弧、山梨。鍵括弧閉じ。宮沢賢治。宮沢の沢は難しい字を書く場合もありますし、簡単な沢もあります。この青空文庫のは優しい漢字の沢ですので、三字の沢。賢治の賢は賢いという字です。わかりますか？で、これ習ってない字でも書かせてしまいます。これ言いながら、宮沢賢治の賢。習っていませんよね。はい。で、字は、収める、政治の字です。はい。読み読み教室、山梨宮沢賢治作をやります。いいですか？はい。そうしたら、皆さん約束があります。私、今、本当はこれ、縦書きなんですね。国語ですからね。でも、横書きになっていますから、皆さん、横に手を動かしていきます。で、まずは、右利きの方。はい、右利きの方は、右で、私が読んだところをこうやって、なぞってください。で、左手で押さえてください。はい、左利きの人。はい、その反対をやってください。で、私が読んだときに、指を離さないでください。ですか？はい、じゃあ、読みます。山梨。今どこ指す？詩ですね。はい、宮沢賢治。字です。はい、字ですね。国字。
小さな谷川の底を写した2枚の青い幻灯です。はい、どこ出しました。丸です。それで、あの全員 の、 あの読むスピードをここで診断していくわけですね。はい、1、5月で読んでいっていいですか。はい、はい、2匹のカニの子供らが、まあ、どこですか。がですね。これ早いですか、遅いですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ早くいきます。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クランボンは笑ったよ、クランボンはカプカプ笑ったよ、クランボンは跳ねて笑ったよ、クランボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クランボンは笑っていたよ、クランボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクランボンは笑ったの。知らない。つぶつぶの泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して1匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クランボンは死んだよ、クランボンは殺されたよ、クランボンは死んでしまったよ、殺されたよ。それならなぜ殺された。兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クランボンは笑ったよ、笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光を丸っきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。はい、じゃあここまでします。はい、1番一緒に書きましょう。なぜ、カニの子たちのカニは、カタカナでもひらがなでもいいです。漢字で書ける人はカニと書いてもいいです。なぜカニ、難しい字ですね。理解の解に虫と書きます。なぜカニの子供らは子供らって分かりますか。子供たちということですね。子供らはカギカッコ、クランボン、カギカッコ閉じという言葉を、言葉、漢字、何度も感じ、使っているのだろうか、使ったのだろうか、使っているのだろうか。はい、書き終わりました。皆さんも書き終わってください。はい。はい、はい、じゃあ書いてください。どうしてクランボンという言葉を何度も使っているのか。で、最初にこういう質問を投げかけまして、子どもたちにはどんどん書いていってもらいます。その時に、分からない顔をしてても何でも構わないんですが、もう自分が思ったことを書いていただくということですね。じゃあ、ちょっと時間、大人ですので、時間がないので、はい、内田さんから。どうしてクランボン。うん、何度も使っているのだろう。うん、全く分かる。難しいですね。クランボンって何だろうと思うの、ね。クランボン自身が分かんないですよ。クランボンって何だろうっていう。
ね。クランボンは、なんだろう。でもクランボンは笑ったよ。クランボンはカプカプって滑舌が悪くて言えないんですけど、笑ったよとか、死んだよって言ってますね。なんだ。はい、朝田さん。どう立場何でもいい、大人でも構わないです。きっと誰かの名前で、うん、その誰かについてまだ私たちわからないので、うん、一生懸命、名前なのかなとか生き物なのかなとか考えてもらうために何回も使ったと思います。カニ、うん、の子供たちは知ってるんですか、知らないんですか。カニの子供たちはみんな同じものを見て、うん、これがクランボンって言っていると思います。言ってるんですよね。だからそのクランボンが笑ったり死んだりしてますね。はい、うん、だからそれは何だろう。私たちは分からないけど、カニの子供たちはもう分かる。みんな同じものを見て、それは何だろうですね。はい、ポリピーさん。はい、クランボンとカニの子供らが例えているものは何だかちょっと分かりませんが、うん、それがたくさんカニの子の目の前に現れているのではないかと予想しました。うんうん、あ、たくさんいるということ、はい、一人一人って言っていいのか、一つと言っていいのか、いっぱいあるということですね。いっぱい見えてる。いっぱい見えてる。ね、それはやっぱヒントになるかもしれない。はい、久美さん。私は一つだと思っていたんですけど、うん、そしてその、なんか得体も知れないものがこう上に来て、うん、カニの子供たちはすごく興味を持っている。うんうんうん、何回も言ってる。うんうんうん、クランボンは死んだよって言って、クランボンは笑ったよってまた言ってますね。うん、そうすると生き返ったってこと。それ魚が通ったので、うん、一瞬その見えなくなったのかな。あ、殺された、死んでしまったっていうのっていうふうに表現したんじゃないですか。うん、ああ、なるほど、ね、だけど魚がいなくなったのまた見えたので、うん、あ、またいるなーみたいな、うん、そういう感じなんじゃないかなって感じなんだ。あ、なるほどね。はい、田中さん。クランボンが、うん、大事だから、大切だから、好きだから。好きだから、好きだから、何度も何度も笑ったよとか、なんで好きだから、なんでかな、なんかかわ、クランボン、かわいい。うん、かわいい。海の中の仲間、なんだろう、カニの子の仲間なんだろうかな。でも笑ったよとかすごく注目してるから、うん、あ、そうですね、飛び跳ねて言い方が可愛いですよね。なるほどなるほど。ガクガク笑ってるから、やっぱりとっても大好きな存在みたいな、うん、大切な存在、うん、カニにとって、うん、なるほどね。でもそれはないかちょっとわかんないですけど、うん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 、クランボンだから、クランボンだからね、なんか名前、あの音の調子がね可愛いですよね。うん、なるほどなるほど。はい、皆さん。はい、うん、クランボンってカタカナで書いてあるから、うん、外国のものっていうか、異次元の世界のものというか、異次元、うん、ここはどこだっけ、ちょっと見たことないのか、谷川のそこで、谷川ってどこ、日本、そこまではちょっと分からない、うん、でもクランボンは異次元の世界の人、人物でも、うん、跳ねたり笑ったりするから、そうですね、跳ねたり笑ったりしてますね。だから表情がある、顔があるって、顔があるって感じがしますね。なるほど。で、殺された、死んだよっていうのはどうですか。死んじゃった、食べられちゃった。誰に。あの魚とかカニの仲間とか食べられちゃった。魚とカニの仲間も食べるの。じゃあ仲良しじゃないよ。そうですか。はい、富澤さんもいいね。はい、長寿先生もいいね。はい、はい、じゃあどうぞ。私はクランボンがたくさんいるのかなって思って、うん、たくさん何度も使ったのかなって思いました。うんうんうん、でもクランボンは何かちょっとわからないけど、カニ、うん、の、うんうんうん、興味を引くもの、好きなもの、うん、カニの興味を引くものでね。で、殺されたよって言ったらどうなんですか。うん、殺されたよがちょっとよくわかんないんですけど、うん、その魚が頭の上を過ぎていきました。だから、うん、その魚によって何かが起こったのかな。ああ、なるほど、魚が何か関係がありそうですかね。うんうん、はい、早川さん。はい、クランボンという言葉を知ったばっかりで、うんうん、なんか面白いから、なんかでも言いたくなっているから、わざわざクランボン、クランボンって言ってみたわけ。わざわざ口になっていっぱい、あ、なるほどね。でも笑ったよとか、なんだっけ、
カプカプ笑ったよ。それから笑っていたよ。ね、笑ったの知らないって言ってますよ。だから好きだったら知らないってもおかしくない。結構冷たいから。知らない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 。クランボンは笑ったよ。笑った。クランボンは殺されたよ。あ、死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺されたってわからない。ね、はい。クラムボンはきっとそのカニの兄弟の生活の身近にあるもので、うん、で谷川のそこの生活は、うん、な何をして遊んでるのか分かんないんですけど、このカニたちでそのカニの子たちの、うん、生活の中で当たり前としてある遊びの一種がこのクラムボン観察で、でもうクラムボンだみたいな感じでそれについておしゃべりするこのカニの2匹にとっては遊びになってて、うんうん、だから あっちにいるよこっちにいるよみたいな感じで、じゃあやっぱり一つじゃないじゃないんじゃないかな、あっちにいるよこっちにいるよって感じなのっていうふうにじゃあおしゃべりして、ああなるほどなるほど、殺されたよっていうのは一つじゃないってこと、じゃあみんな殺されちゃうの、うん、じゃなくてこう見て、あっちにもいるに、ああ魚が来た、あくーみたいな感じで、ああ死んだっていう感じで見てるじゃないかな。じゃあ魚に食われるものなんだ。そうです、おそらく。おそらく。エビかな。エビかな。なるほど、はい、どうでしょう。ああ、面白いですね。あの宮田賢治って英語できるんですか。できると思います。私はね、クラムボンって言った時に、うん、クラムだと思ったんですよ。クラムチャウダーのクラム。貝ですね。うん、カニも貝もほら、うん、海とか川の底を張ってあるってでしょ。で、よくなんとかボーとかターボーとか、うん、そういう時にボンとかつけるから、うんうん、クラムちゃんみたいな。クラムボー。クラムボー。だから、なんかちっちゃい時から遊んでた貝のお友達かな。と想像したんですけど、それはどこに住んでるの？だから土、あの、そこですね。そこ？そこ？上じゃない？上かな？ぷかぷか浮くんですかね、海底。どうなんですかね。それは分かんないですけど。それ下にいるのかね、上にいるのかね。浅瀬だったら、うん、まあ、ヒュッと取られるかな。うん、でも、潮だから来たかも分かんないですよね、パスッとしまったら。そうですね。うん、まあ、まだ分かんないです、謎です。うん、ほんとほんと。はい。はい、私はクランボンはよく見ていてとても気になっていると思うんですけど、水の底から上を見ていて、ちょっとなんかこうカプカプしてるというか、なんとなくぼやっとしてて、例えば太陽とか、なんかそんなものなんじゃないかなって、魚がこう光を遮るので、それではなくなっちゃったって思って、あでもなくなっちゃったんじゃないんだみたいな感じの、水の底から上をこう見ている風景なんじゃないかな、あそうですね、水の底ですね、青白い水の底で話していて、上をだからここが海の水の中だとすればここを見てるってことですね、はいはい、私はあの水の中にある泡を生まれた時からクランボンと言っていた、それは親から聞いていたもので、泡イコールクランボンとしてずっと生まれた時から生きているから、目の前にある泡がクランボンだと、人間は泡だけど、カニにとってはクランボンが泡なんじゃないかと、そういうふうに命名されて親から伝わってきたので、消える、死んだっていうのは消えた、消えた、あ、死んだっては消えたっていうのは動いている、あ動いている、あ笑う、上下しているとか、なるほどね、そういうイメージなんじゃないかなって思いました。はい、クランボンは泡っていう説も出てきたね。から仲良しだっていう説もありますね。はい、何か言いたい。いろんな考え出てきますね。はい、どうですか。びっくりしました。びっくりしました。そういうことで。はい。はい。じゃあ高尾さん。うん。はい。はい。私もやっぱり水の上にいる、なんかたくさんいる虫的なものかなと思って、で下から見るから、なんだろう、足、この足とかがモワモワモワって見えて、それがなんかモワモワってなんなくなったら死んだって思ったのかなって、そんな風に思いました。笑った、笑った、死んだ、殺された。で、カニの子供たちはこういうことが殺されたっていうのはわけが分かってるんですか？多分、魚が来たから、魚が来て動かなくなっちゃったから、分かってるんじゃないかな。そういうことが今までにも何回も
クランボンはいっぱいいて、うん、で今日だけのことではなくて、うん、ずっとしょっちゅうそういうことがあるので、うん、きっと、うん、動かなくなっちゃったとか影がこうブクブクしなくなっちゃったとか思って、うん、あるいは死んで落ちてくるかもしれないし水の中に、うん、あなるほどね、うん、知ってるんだと思います、はい、では皆さんここは小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯の中のお話の5月です5月にクランボンね、なんだかわかりません。でも、なんかこれは本当なのか本当でないのかもわからない。笑ったっていうのが生まれたかもしれない。ね、死んだっていうのが消えたっていうことかもしれない。わからないね。でも、仮の子供たちは何か近しいものじゃないかなと思ってたのかな。はい、これ何月の幻灯ですか ?5月なんですね。5月ってどういう世界ですか？新緑の世界です。新緑の世界と、はい、いうことは清々しい、気持ちがいい、気持ちがいい、はい、清々しい、気持ちがいい、はい、じゃあ清々しい、はい、気持ちがいい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと食べてください。いいですよ、言ってください。子供たちにはね、考える時間をどんどんあげるんですけど、大人ですから、もうどんどん進めちゃいますね。はい、5月はどんなイメージですか？日の光が、はい、美しい。日の光が美しい。はい。はい。はい、宮田賢治も書いてますね、日の光の美しさをね。なんて書いてますか？はい。日光の金は夢のように水の中に降ってきます。すごいですね。こういうような表現。はい、馬場さん、5月は水ぬるぬる。はい。カニたちの心地よい。心地よい。どうでしょうか。水ぬるぬる。心地よい水温。5月は新しい命が生まれて、ちょっとずつこう大きくなり始めているような、嬉しくなる、ウキウキするようなっていう。あ、そうですか。新しい命が生まれた。死んでますけど。食べられちゃった。ね、はい。ウキウキ。はい、でこれがそぐわないってこと？そぐわない。そぐわない。でも、食肉強食なんで、自然は。あ、そうなの？はい。じゃあ、弱肉強食の世界なの？はい、私の中でクランボンはエビなので。エビって言ったのね、エビ。エビで何、弱肉強食だから、この心地よい、すがすがしい時に殺されたり死んだりしてるってこと、はい、もうそれもあると。あ、それもある。弱肉強食の派であるのね。はい。5月というか、5月。新緑の美しい、爽やかな季節。美しい、爽やか。美しい、爽やかです。で、これは？わからない。なるほど。はい、5月といえば？5月の世界の。気温がちょうどいい。うん、ちょうどいいですね。はい。自分が一番好きな季節。あ、そうですか。カニの子供らにもちょうどいいんですかね。カニはどうなんだろう。でも、冷たかったんだけど、ちょっと解放されて、住みやすくなってきたなみたいな。そうか。なるほど、なるほど。はい。高尾さんは？はい。はい、5月。5月、個人的には新緑で、こう、やる気がこう見せてくるような季節だと思うんですが、なぜ水の中なので、どうなんでしょう、まあ、緑ぐらいは、光と緑っぽい色ぐらいは映るかもしれないけど、まあ、あんまり、カニたちは、まあ、少しぬる水はぬるくなったけど、それが、だってほら、越前カニとか冬のが美味しいじゃないですか。ね、温度関係ないかな。そうね、冬のが美味しいよね。あの暖かくなってきたカニなんか食べられないよね。だからちょっとね、カニを別に。そうね、そうね。だから水の底の話ですもんね。そうですね。はい、ゆださんは。
どう5月5月って言って浮かんだのは、うん、あの田植え田植えたあのカエルの卵が、うん、カエルの卵、あ、カエルの卵かな、あ、どうかな、うん、なるほどね、はい、田中さん5月やっぱり書いてあるという感じで、うんうん、命が一番強い感じがする、力強いエネルギーが満ち満ちている季節だね、攻撃的感じ、攻撃的、あ、なる、あ、そうか、強いっていう感じがするね、あ、なるほど、国さん新緑、新緑、新緑ね、芽吹き、芽吹き、ね、水の底では、生物水の底ではどうなんだろうね、はい、新緑で、カニの子たちにとっては、餌がだんだん増える。あ、餌いね。何食べるの、餌。小さい虫。じゃあ、クランボンか。うん、まあ、クランボンはちょっと私は思ってないけど、うん、なんか、こう水中のプランクトンとかも増えてきて、うん、でだから、なんか、カニにとっては、うん、いよいよ、うん、た、うん、美味しいものが食べられるとなるほどね、なってくるかな、プランクトンって面白いから買いに行くな、クランボンとプランクトンと似てるね、ね、はい、どうですか5月、私の5月はやっぱり成長っていう感じですね、どちらかといえば3月がから春が来て、うん、4月が誕生っていう感じがするので、うん、その次の季節っていう感じで成長ですね、なんか水の中も、うん、あの新しい卵から孵化されて、うん、なんか小さいあの子供たちがなんかいろんなものをこう繁殖してくる頃、まあ、そのなんかすごいこのイメージがありますね、はい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 、さんどうですか、ねえ、ねえいや僕は、まあ、自分自身のことだけど、うん、もうゴルフがやりたいそれね、季節よね、そうね、季節がつけてるっていう気持ちいいよね、うん、冬もやるけども、うん、やっぱり5月だね、5月だね、それからうちの息子が5月生まれで、うん、非常にめでたいです、はい、5月ですね、この5月に賢治は幻想の世界をみんなに見せたっていうことですね、じゃあクランボンは何だか分かりませんが、なんか笑ったよ、死んだよ、殺された、でもその理由は分からないっていうことを言っております、じゃあその続き、お魚が来たわけですね。お魚はなぜあ行ったり来たりするの？また指で押さえてくださいね。弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いてヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かにそこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が当たって青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。味がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上に登ってきたよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかしそいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、いい、大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ご覧、綺麗だろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。はい、じゃあ2。カニのお父さんは、カニという字はひらがなでもカタカナでも漢字でもいいです。
カニのお父さんはどうしていろいろなことを知っているんだろう。はい、なんかさっきの柴田さんの意見じゃないですけども、うん、なんかやっぱり最初は、うん、お魚がずっとクランボンを食べちゃって、うん、そして今度はクランボンを食べたの？私はそう思った。そう思ってるのね、美味しいと思ってるので、うんうん、それで今度は鳥がその強いものじゃないけど、うん、お魚を持って行っちゃってきっと食べちゃって、うん、そういうのをカニのお父さんはずっと見ていて知っているのかなって、怖いところに行っちゃったってことはやっぱり食べられて死んじゃったって思ってるのかなって思いました。カワセミって鳥ですね。はい、はい、カワセミ知ってますか？みんな。はい、くちばしがピュッて、そう小さいんですけどね、うん、小さい綺麗なね、うん、はい、お父さんなんで知ってんの？怖いところに行ったね。年の子は年の子人生経験がたくさん、なんでなんで人生経験たくさんあるから長く生きてる。お父さんは長く生きてる。長く死ぬの？死にます。どうして死ぬの？いろんなことを見ているから。見て、うん、見て、でカワセミは、うん、自分たちのことは全然構わない、構わないっていう、うん、勝負に出たのかもしれない。あと遊び通りだそしたら全然見向きもされないから感じいらないんだよ。そうか、難しい。あ、どうですか？なんでですか？カニの子供たちは怖がってるわけですよね。はい、はい、ね、まあ、子供はね、ものを知らないからカニがどこでどういう経験をするのか一応わかってない、ね、どういう動きをするのかっていうのもちょっと想像がつかないですけど、まあ、そうでしょうね。何、そうそうね、よく知ってる。何十年も来てるの？何十年も来てるか分からない。じゃあお父さんはクランボンっていうのを知ってるのかな？今知ってるじゃないですか。お父さんから聞いてるから。お父さんから聞いてる。お父さんから聞いてる。なるほど、お父さんから聞いてる。何言ってんの？やっぱりこんな、こんな世界でも、カニの世界でも、ちゃんとお父さんは物知りで、子供たちはお父さん、何でもしてるお父さんに憧れてるなっていう、こうができたんだな、うん。ですね。本当ですね。はい、柴田さんは。やっぱりお父ちゃんだけは長生きなので、うん、やっぱり経験値がものを言うんじゃないかと。きっと、カニはこれ。カニもどっちかというとこう食べられる側の生物でもあるから、うん、それを生き抜いてきての父ちゃんなのでやっぱり父ちゃんはいろんな危険を知っているわけですよ、ね、うんうんうん、だから理由としては父ちゃんだからです。父ちゃんだから生き抜いて、生き抜いてきた、はい。はい、どうですか？ずっとそこに住んで同じようなことを見聞きしていて、うんうん、おじいちゃんが自分のお父さんから同じような情報を、うんうん、得ているから同じように教えているじゃないですか。ああ、代々ね、代々、ね、そういうこともあるかもしれないですね。はい、はい、じゃあこのカニの子供たちもその子供が生まれたらそうかもしれないね。はい、はい、どうでしょうか、はい、お父さんだけにやっぱり長く生きているので、うん、そのカワセミは自分たちは狙わないっていうのを今までの経験の中で知っている。だからやっぱまあ長く生きているからいろんなことを知っている、うん、経験の中からいろんなことを知っているっていうかと思います。はい、須田さん。はい、代々谷川の伝説として言い伝えられてる。そう、自分は見たことがないんだけど、うん、多分そういうものが来たら目の赤いのはカワセミだっていうふうに言い伝えられてる。言い伝えられてる。そのカワセミは自分たちは襲わない。そう、襲わないよ、大丈夫だよ、大丈夫だよって言うんですか。はい、田中さん。カニは、お父さんは、師匠マイスター子供たちの師匠だから、うん、
カニのお父さんもカウセミを見たことがあるんだろうかね。え、もうずっと、うん、ずっと小さい頃から見続けてる、うん、5月に毎年毎年何十年も何百年も何百年も年見続けてる人で、お父さんなんだから、あれで師匠なんだ、人生の人生の師匠、全てのことを教えていく人なの、人あ、そうなの、カニの子に、カニの子にね、あ、なるほどな、はい、君さんは、お父さんだから、お父さんだからなんでよく知っている、よく知ってる。じゃあそのお父さんは誰に教わったの？そのお父さんは経験から、経験から、経験っていうことは上の方ばっかりになってるから、ここは大丈夫。あ、カワセミはね、浅瀬だったの。浅瀬には行かないの？行かないなるほどね、はい、どうですか？お父さんも経験も知ってるし、あの僕たちカニは甲羅が硬いから柔らかいもの先食べんじゃないかなって思う。なるほどね。そうか、ツンってつっついたらプーって栄養が取れそうなの。あ、そうかそうかそうか。で、魚を狙っている。はい、カタオさん、やっぱりお父さんは経験をしていて、なんか子供の想像で言ったら、お母さんが出てこなくてお父さんが教えているから、お母さんはもしかして目が赤いカワセミに連れて行かれちゃったのかなって子供は考えるから、お母さんの存在もね、なんかね、お母さん子育て、お母さん子育て、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 お父さんとして言うと、やっぱりあの隣の先生が言ったように、お母さんどうしたのかなと。で、うちなんかはお母さんの方が強いからお父さんあんまり成長してない。だからこれ見るとお父さんってすごいなと思うんだけど、仕事を振り返るとちょっと違うな、違う、お母さんが出てこないのがすごく悲しい。お父さんっていう存在も面白いですね。で、5月はみんなこういうふうに言いましたよね。それなのに魚はまあクラウンを食べたかどうかわかりませんけど、まあね、今で川崎に魚は来られた。怖いところに行ったんでしょ。怖いところってどこ？怖いところどこ？水のない、川ではない、水がないところに魚はもう取られてしまう。で、魚は死んじゃう、死んだ、ということはこの5月の季節と合わない。合わないね、でも鳥は食べなきゃならないから、鳥は一年中、だって一年中食べないですよ、人間も、魚食べるじゃないですか、ちゃんちゃん行く、先ほどちゃんちゃん行く、イワシさんが食べてたから季節は関係ない、関係ない、関係ない。じゃあ魚が天下だったんですね、この水の底はね。こうでしょ、この中ではこう魚はずっと油断したんですよね、人の存在は鈍かったもんね。もっと素早いのに逃げてる。でもカワセミは取った、取った、カワセミの賢い、ね、そうすると怖いですよね。ここからこうやってみんなが水の底にいる、でカワセミってどういう存在なの？もっと怖いよね。怖いよ ね。カワセミってだってみんな普通にこう生活して海の、ここから手か口ばしか分かりませんけど、ここからバーンと飛んできて、その人だけ連れていく、すごい、なんか進撃の巨人みたいな、こう行ってくる。そういうのって予測してないもんね、予測してない時にこういうのが来るということはやっぱり怖いんだよね。怖いものをお父さんは怖くないと言ったんですね。だからそれは経験値かもしれないし、カワセミがねこう来るのも知っていたのかもしれない。この5月にはこう水の底ではどうなんでしょうね、こういう、つまりカワセミっていうのは別の言葉で言えば殺人者ですよね、殺人者が来る、ここ怖くない？殺人者がね、はい、ババさんどうですか？
でなんか最後の方になんか急にカバの花が流れてきたので、うん、ちょっとそれをこう少し和らげる、うん、カバの花って何？白カバ？違うと思うね。カバの花って大きな、うん、白い白い白い白 い, 白, い白いってさなんかイメージしない？葬式、うん、葬式そうそうそう葬式のような。最後になこれが流れてきて、うん、やわらいだなって私は怖くなんか怖くなんか嫌だあのあの寂あの悲しい悲しいよね、うん、そっちを助長し、うんうん、って思った、うん、カバの花って白い花だと思うんですけどもこれが綺麗だねって言ったのに弟のカニがさらに怖いよお父さんって言ったんだよね、うんだからカバの花が流れてきていて白い花がだから殺人者が来ててそこに白い花が流れてきています怖いよお父さんっていう5月の世界ですよねちょっとシリアスだから5月って殺人者ってなんか素敵なって言うけど本当は違うのかもしれない5月はね5月はねだから皆さんのイメージはこうですよねだけど、カバの花が出てきて怖いっていう人もいますが、皆さんどうですかね。うん、そういうの。じゃあ12月に行きます。12月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。で、こういう時に私は大体一つずつこう説明したりするんですけども、ここではちょっとしません。はい。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう、辺りはしんとして、ただいかにも遠くからというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて、天井の方を見ていました。この天井の上という字は違ってくるんだね。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろ。いいかい。兄さんが吐くから見ておいで。そらね、大きいだろ。大きくないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい。そら、やっぱり僕の方大きいよ。ほんとかい。じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい。そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日イサトへ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡はどっち大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ。僕の方が大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。はい、じゃあ3番目。比べて変化っていうのはどうしてだろう。
あまり見られなくなるだからそれによって、うん、カニ業界ではですね大きな輪を吐けるっていうのがステータスになるわけです、うん、なので兄ちゃんには負けねえぞと言ってこう大きな輪を吐こうと、うん、体の成長とともに練習を繰り広げ、うんうん、日々戦っている戦っているじゃあこっちは怖い時はそんなことなかったもんねそんなことなかったねなぜだ分からないって言ってましたもんね、うん、これこっちはもう泡のねあのどっちが大きいかっていうことをやってますよね、うん、はい、はい川の水がこうゆらゆらなっててあそうですねゆらゆらそれが映るかどうかわかんないんですけど、うん、月がなんかぼんやり見えてるのかなみたいになって、うんうんうん、あれと同じの履けるかなみたいな同じ大きさ近いのできるかなみたいな、うん、それ比べっこから来るんだろうかなって、うん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 、なるほどねこういうとこですよねこっから見えるよねはい、はいはいうん、私は、うん、カニの子供らも予想大きくなりって書いてあったので、うん、兄弟がそう変わらない大きさの大きさになって、うんうん、やっぱり弟が兄には負けないの的な、うん、成長したっていうこと成長したっていうやっぱり兄ちゃんには負けないみたいななるほどなるほどはいじゃあ高尾さんはいやっぱり7ヶ月も経ってると、うん、7ヶ月経ったのこれ経ってますよね昨日から7、9、11、11、12、経ってますあ、本当だねそうですよね、経ってます6月で半分ですよね、うんうん、経ってるとやっぱりカニとか寿命の少ないものは結構成長もしてで兄弟差もなくなってきたのかな、うん、で弟もお兄ちゃんに頼りにするというよりお兄ちゃんを動かしたいって気持ちが出てきたのかなと思いましたなるほどねそうするともうこういうのはなくなったのかな、うん、怖いっていう、ね、うんいろんなものがねそれはでもどうでしょうねどうでしょうねはい、上田さんはいカニが、冬眠するのかな私のザリガニが12月になると冬眠して動かなくなるから、うんうんうん、兄弟喧嘩するってことは命の危機がないっていうか他に食べられないからあなるほど兄弟喧嘩できたのかな命の危機はないのか、うん、こっちはあれですもんね勘違いして
ると思ってたりしましたもんね。なるほど。はい、田中さん。やっぱり兄弟喧嘩でき、うん、あの人間だと背比べしたりとか、うん、石投げで話したりとか、あと種って種飛ばすシーンでどっちがとかって兄弟なんかすごい微笑ましい、あ、幸せそう、うんうんうん、兄弟喧嘩ができるっていうのは、うんうん、幸せそうね。幸せそうだね。これね。楽しそう、幸せそう。命、あ、なんだっけ、怖い、怖くない、怖い思い、そうですね、怖い思いがない、ないから、なんか。かなぁ、どうかどうか、出るかわかりませんね。はい、小木さん。ね、兄弟愛、うん、兄弟愛。ここで、賢治、宮沢賢治は出してるっていう、こういう見方していかかな、うん、兄弟愛を出して、うん、この人はやっぱ兄弟とか、その、すごく、愛情たっぷりのものがいっぱいあると思うんですよね、うん、だここでもやっぱりそのカニを通してもその兄弟愛みたいなのを出していって、うん、ここはすごく平和で穏やかですよね、うんうんうん、だから5月の怖いところとの対比がここには出てきていて、うんうんうん、で、こういう世界やっぱり宮崎県でもすごくいいなと思ってる世界だと思うんですね。なるほど。それを、うん、こう表して、でもその後に、うん、とぶんとこう、うん、またね、衝撃が来るわけですよ、ね、うん、だからそこの、まあ、対比的に扱っているんじゃないかなと、うん、なるほど、うん、こことここがね、5月と12月がね、なるほどね。はい、森木さん。はい、その前の情景を今一生懸命読んでいたんですけど、はいはい、まず白い柔らかな丸い石も転がってきて、うん、小さな霧の形が水晶の粒が、うん、金融面にかけられて、ね、流れてきて止まりました、うん、これはどんな情景を、うん、表したかったのかな、うん、穏やかだなって言いたかったのかな、綺麗だなって思ったですよね、うん、でそれから、波が青白い火を燃やしたり消したりしている、うん、あたりがシーンとして、うん、ただいかにも遠くからというようにその波の声を聞いてきているだけです。だからすごい静かな世界ですよ、そうそう、ここの上をね、平和っていうか、うんうん、穏やかな様子が、うんうん、この文章から分かるから、うん、その谷川のそこも、うん、とても穏やかで、うん、5月に比べると脅かされてる感じが低くないし、うん、そういう中だとカニも、うん、安心して泡クラブができる、うん、あ、安心してね、 泡が出て、そう、出てるのを上から見てられてあいつらあそこにいるぞ捕まえようって思ってるような時にはできないから、うんうん、安心して泡出して、うんうんうん、大きさクラブができるんだなって、うん、なるほどね、これがね、うん、安心してできるの、うん、まあ、もっと簡単に考えちゃうと、うん、カワセミを思うためから元気がないかな、橋本さんが言われます鳥目だから言うと動かない、あ、なるほどね。でも他のものもこういないんでしょうね、きっと ね、うん、こうね、じゃあこっち静かだっていう音だったらこちらの音は何ですか、例えば書いてないんですけど、元気でもこちらの音は何でしょう、音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 に表すと、音に表すと、やっぱり鳥のさえずりとか、はい、鳥のさえずりとか聞こえるんでしょうね、きっとね、水の流れ、水の流れの音ももっと生き生きとしてたり、魚もこう泳いでるからね、なんかこんな緑のこう縄引きとか縄引きもあったり、すごいでしょうね、きっとね、うん、音も賑やかだと思うんですね。でもこっちはもう夜でもありますけども、シーンとしてるわけですね。こっち日の光ですね。うん、月の月ね。5月は雪の水、あ、ごめんなさい。あ、雪の水で勢いがやっぱり水の音も大きいのかなって。あ、5月だからね。5月ね。5月は雪の水がね。ね、なるほどね。もっと強いもんね。うん、うん、強い。そっか。雪だけは12月は凍って静かなのかな。ああ、そうね、そうね、うん、でもこれ12月と言ってもさ、秋に近いじゃないの、うん、夏から秋の間に何回かありましたって、ね、そうそう、まだちょっと12月って言っても本当に寒い12月ではなくて、うん、晩秋ぐらいですかね、うんうん、そんな時にはこう、もうこっちは日の光か、日光、日光、あ、
これがあった、うん、こっちは月の光ですよね、うん、私もなんか、うん、一番のイメージが、うん、5月と12月っていう季節感よりは、うん、やっぱり昼と夜の違いっていう感じがすごく読んでいて思って、うんうんうん、で5月の方は人にとっては明るい方がすごく、うん、あの日の光が入って明るい世界の方がよく見えて安心感があるけれども、他人の子供たちはあの昼の方がいろんなものが落ちてきたりとか上に見えたりとか、あのカワセミが来たりとかして、やはりこっちの方が精神的に落ち着かない、落ち着かないね、はい、で月の光の下にいる時の方が周りが見えなくて自分たちの近場の世界だけで安全で、ほのぼのっていう家族だなんていうんですけど、そこでまあ変な話、あの泡の大きさ比べをして喧嘩ができるぐらい、要はあの余裕がある、余裕がある、ね、はい、昼の方がもっと受け身で外のものに対して目を向けていろんなものが見えないんですけど、うん、外界って言ったらいいでしょうね、外界、だからこっちはなんか内面、そうですね、うん、内面の方にこう内界って言葉があるかどうかわからないので、外の世界の方が騒がしいということですかね、うん、こっちは自分の世界に沈んでいけるという、うん、そうですね。じゃあ12月ってどんな季節ですか？寒い季節ですね、はい、うん、ちょっと暗くなって暗い、暗い、寒い、暗い、はい、じゃあ月の光に浴びてても寒いくらいはもっとすごいね。寒い、寒いくらい。ね、夜の中で泡の大きさをやってるんですよ。兄弟で暗いところで。ね。これ満月じゃない？これ満月ですか？あんまり月や、あんまり月が明るく水が綺麗な満月じゃないかと思ってね。満月かもしれない。ね、そうすると満月だと結構ね、明るくね、雰囲気ですね。はい。どうですか、ゆうちゃん。はい。ね、当時もあるんですけど、だから日が短いから、うん、やっぱり海の中では落ち着くんでしょうね。うん、水の中ではね。で、この敵もそう見えないしね、うん、敵からも自分たちの体が守れるし、かえって確かに5月の方がきついのかもね。きついかもね。生きるには。生きる。生きてね。生きる。生きる。生きるって言葉はね、難しいね。生きる。カニが生きるって。生きる。ね。はい、シロさん。12月は、やっぱり寒くて植物とか、動植物の動きとか、成長が鈍まったり、止まったり、植物によっては死んでしまったり。こっちの方が死んでしまう、はい、こっちは植物はですね、はい、植物はだけど動物は5月の方が死ぬ場合もある。ああ、そうです、常に動物は弱肉強食なんですよ常日頃狙われてます常日頃、はい、季節にだけど、うん、カニの子供らも例外ではない、例外ではないが、しかし、うん、12月は季節的に、うん、そういうさまざまな動植物の動きが動物の動きがこう静まってくる、はい、なるほどね、動植物ね、はい、なるほどね、こっち生命に溢れてるように見えてる、はい、でもこっちは生命溢れてないけど安心だ、安心、あ、なるほど、はい、私もそうで、水に入ってくるものが少なくなってくるというか、うん、人も入ってこなくなる、ああ、なるほど、なるほどね、うん、安定した生活が、突然の驚きとかがあんまりない、あ、なるほどなるほど、生活安定して、安定っていう感じそうです、なるほどね、安定ですね、だからこういうことができるんですよね、うん、はい、最後さん、5月はなんかこれから始まるみたいな、あ、これから何が始まるの、うん、なんていうんだろう、殺し合いが、いや、じゃなくて、成長がっていうか、うん、新しい命とか、うん、緑が育っていったりとか、うん、これから始まって、うん、成長していく、進んでいくっていうイメージがあるけど、うん、12月は、うん、例えば雪の降る場所だったら、うん、雪が積もって、うん、動きが止まるみた
動きが止まる、はい、でもカニの子は動いている。カニの子はその動きが止まった、うん、そこの方でそして動いている。なるほどなるほどなるほど。はは、はい、ゆうたさん。はい、5月は、うん、田植えだったり山菜採りだったり、うんうん、アウトドアっていう感じで、うん、12月って言えばクリスマスだから、うん、家族でクリスマス、クリスマスで家族で家で過ごすことが多いんじゃないかな。カニのお父さんイサドへ連れて行くぞって言ってますよ。イサド、イサド、イサドなんだろうね。はい、高尾さんはどうですか。私も同じように皆さんと同じような意見です。ただイサドがずっと気になってね、なんでしょうね。カニにも楽しいとこがあって、だからイサドへ連れて行かんぞと言ってるわけですからね。どっか行きたいですよね。どっか楽しいとこなんじゃない？イサド。12月に行くのに5月にイサドは行かんの。はい、田中さんどうですか。さっきなんか12月は、うん、って言っても深い12月じゃなくて最初の頃だと言ってもらって、うん、そうですね、最初になんか書いてありましたね。書いてあったのそこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりましたっていうことで、冬っていうのは12月と言ってもそんなに12月初めってこと、うん、だと読みますね、うん、じゃあ そしたら12 5月12月11月の終わりにハロウィンするじゃないですか。なんでハロウィンが出てくる。はいはいはい。うん、いいよいいよ。そうそうそう、収穫祭ね。そうね、そうね。12月の最初だったら、うんうんうん、なんか、美味しい季節。あ、実りある季節ですね。あの植物死ぬけど、うんうん、植物って死んじゃうけど、うんうん、絶対残すじゃない、食べ物。はいはい、だから、うん、果実ね。うん、植物にとってはなんか逆に思あのこう実りの季節、実りの季節じゃない、実りっていうか、ちょっと12月最初だった終わりの方だったら違うかもしれない。実、うんうん、りが必ずハロウィンパーティーをする、うん、そうだね、調子です、ね、名前を失礼しました、うん、その通りです。はい、うん、どうですか。ちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、あの人間はね、うん、あ人間のあの5月と12月とでは、うん、カニのこの水の中で上を見上げてる風景はもうまるで違うっていうふうに思っています、うん、それで思ってきてね、この最初の5月の時が明るいなんてことは一つも書いてないんですよ、うん、おーそうですね、明るくないんですよ。5月に戻ると上の方や山の方があって、その何行目かのところに青く暗く鋼のように見えます、うん、だからいくら太陽がこう出ていても下から見上げると物が明るく見えるわけじゃなくて、逆にその太陽の光が水面に当たると黒なんか板みたいに黒っぽく、だからここは鋼って書いてあるから見えているというか決して明るくない。なるほど。そして滑らかな天井を黒いつぶつぶ、うん、黒い泡が流れていきます、うん、だから人間が思ってる5月じゃないっていうかね。なるほど。他人にとっての5月は、うん、あの明るくないように私は思います、水の中、うん、そしてさっきあの流れが速いって私も同感で、うん、あのクランボンがふかふか浮いた時に跳ねるとか、うんうん、あとふかふか笑った、あ、ふかふかふか笑ったよっていうのは、うん、私は泡がすごくいっぱいこう、うん、ついてるような気がするんですね。さっき一匹って言わなかった、一つっていうのは、だからその一つのものに対していっぱい泡がついてる、あ、つくつくつく、こういうふうにつくね。でそれがね、つぶつぶ黒い泡が流れていきます。暗い泡ね、暗い泡、全然読めないなんです、暗い泡が流れてる、うん、だから5月のその暗さと、うん、そして流れの速さ、うんうん、で川ってみんな岩とか今はまあコンクリートでも固めてますけど、うん、本当にいろんな石があるんですよ、うん、そこの上を物がこう流れてきたら、うん、バシャーンとか上がるわけですよ、うんうん、流れが速いとかギャーンとなるし、うん、そこでも泡ができるし、うんうんうん、バシャーンって時またそこでも泡ができるし、うん、なるほどね、そういう場がこう、うん、なんか動き回ってる5月っていうかね、せわしい5月って言ってやつもしますせわしい、うん、それに対して12月はお月様が出てる時は普通カニは出てこないんですね、うん、なぜかっていうと
自分のカニが怖くて出てこないっていうのを父から聞いたことがあるんです。あ、そう。だからあのうちのカニもじりって言ってあのつけるとなカニを取るあのを置くんですよ。あ、なるほど。でもあ今日はあの月明かりがいいから今日は出ないなって言って絶対仕掛けないんですね。だから私はどうして出てきたの、でもこれねあまたちょっと話がずれちゃって、うん、眠らないで外に出てきて、うん、でも天井の方天の上って書いてわざと書いてるのかなと思って、そう上を見てるってことは水の中にはいるんですよね、うん、外に出てるわけじゃない、うん、そしてこの時の方が流れも穏やかで、うん、あの月の光で中に差し込んできているっていうことがすごく、うん、あの知っているんですね、うん、それがこの12月の姿ではないかなというふうに思います、うん、なるほどね。そうするとすいません、なんか髪を取るところを住んでた人はよく分かる。あ、なるほどね、はい、あれですよ、川の中から潜ってみたことありますか、うん、海でもいいんですけど、うん、あ これは海なの、これは川の水、うん、中から潜ってみると、うん、本当にいろんな浮かんでるものがこう黒っぽく見えていると思うんですよね、うん、光のね、はい、でね、あの光が強ければ強いほど暗く見えますよね、暗く見えますよ、そうだから私たちはどうも上からこう見てるから明るいとかね、こうやって見る、だからお魚はみんな黒いですよね、そうですね、ただお魚はお腹が白いので、うん、そこが白っぽくこう見えるんでしょうけど、うん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 、そういうふうに、そういうことで思います、はい、ありがとうございます、はい、堀切さん、まだ12月あんまりさっきから、うん、自分の意見が変わっていないんですけど、うん、いやいやいや、どうぞどうぞ、はい、静かで穏やかで、うん、透明感がある、ああ透明感が来ました、うん、はい、どこから透明感と思いました、うん、ね、透明感がありますよね、この検知の表現はね、なんかね、光の網、光の網、光の瓶の網、ラムネの瓶の原稿がいっぱいに透き通り、うん、天井で、天井では冷たい水のここまでラムネの瓶の原稿がいっぱい透き通り、うん、青白い火を燃やしたり消したりしているのがそういう表現がすごいですね、うんうん、明るく水も綺麗なので、ね、そうですね、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ傘、そうですね、5月12月の前に私なんかイメージが逆で、うん、その天井最後の天井水の底にいた時の天井っていうのは、うん、水面のことですね。ですね、でこっちの天井になったので、うんうん、要は私なんか月が明るく水がきれいなんで眠らないで外に出てっていうのが、うんうん、水から出たのだと思っていて、うん、ああなるほどね、水から出て、うん、で髪の泡を吐くってこう水の中でポカポカ泡を吐いてるなくって、うん、こっちから口が吐いてるなくて、そう、おじさんのなんか大きさクラブをしてるような気がして、それで、ここは天井が違ったんだ、そうなんですよ、月を見ている天井の方なのかと思って、うん、なるほど、水の中から水面を 見上げてるんじゃなくて、そこに行って、水が出て、月を見上げて、それが天井になって、うん、自分の口からぷくって泡を風船みたいに吹いてるのも、そこで浴びてるかなっていうふうになんかちょっと考えると、中に浴びたらどけちゃうんですか、でも泡はボト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 出るんですね、でもわからないですね、そのね、そこの上に天井と書いてあるところ、上私もここだけ上は違うの、そうですね、それはわかりませんね、でも明日イサドへ連れて行かんとって言われたので喧嘩は終わりました、うん、はい、ではそんなことで12月はこういう、はい、ね、5月と12月の違いは、やっぱり5月すごく週の環境に翻弄されてるみたいで、うんうん、ね、やっぱり受け身だった子供の方が、あ、なるほどね、12月は、もう翻弄されない、うん、
自分たちの世界もあるんですけど、やっぱり人とか自然界で考えたら、私10月に受験生をたくさん迎えているので、5月はやっぱりこれから戦闘態勢に入る受験準備の一番厳しい時期なんですね。12月は試験が終わってもうまったりしてるので、なんかお魚とかの油が乗るのもやっぱり12月とかでまったりしていいんじゃないかと。なるほどね、まったり感がある。はい、じゃあここで喧嘩しました。じゃあ、はい、続き読みます。そうじゃないよ、僕の方大きいんで弟のカニは泣きそうになりました。大丈夫ですね、はい、じゃあ次。その時飛ぶん黒い丸い大きなものが天井から落ちて、この天井は上ですね、天井から落ちてずっと沈んでまた上へ伸び上っていきました。キラキラ、キラキラと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは透明眼鏡のような両方の目をあらんかぎに伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついていってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど、そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。3匹はボカボカ流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い3つの影胞子が合わせて6つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はサラサラなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。美味しそうだね、お父さん。待て待て。もう2日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でに美味しいさ、お酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹、自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。はい、じゃあ4番目。はい、どうして？どうして3匹は、3匹の力は漢字でもいいので、選ばなくてもいいです。3匹は、山梨の後を追いかけたのだろう。はい、誰でもかけた人がどうした、うん、はい、じゃ柴田さんからどうした。まだ戻ってた。何だろう、戸部さんも言いますかね、うん、はい、じゃあ湯田さん、はい、なんだかわかんないから、うん、なんだろうと思って、うん、食べられんのかなって。でもお父さんは何を知ってるの？うん、山梨の後追いかけて行こうって言ったの、うんうん、お父さんは知ってるのね。さっきにね、いたお父さんはどうしていろんなこと知ってるの、経験値が、うん、ね、うん、山梨を知っているじゃない、うん、どうかな。話を知っている、うん、とそれについていくと何かいいことがある。あ、いいことが、どんないいことがある、うん、なんかおこぼれがもらえる。おこぼれが、お酒がおいしい、おいしい。なんでカニがお酒飲むんだろうね。ねえ、思うよね。はい、馬場さん、どうですか。なんでこの話が山梨って書いてるの。そうですね、うん、これにかかると思いますね。どうして山梨なんだ。最後になってね、山梨が聞くとこに。だからクランボンっていう題名でもいいかもしれないしね、ミサとエコーでもいいかもしれないしね、何でもいいかもしれない。あの三匹のカニっていう題名でもいいし、なんで山梨だ、ここの山梨の後を追いかけたっていうことから来たのかな、なんだろうかね、うん、ですね、うん、じゃあ、はい、はい、方は、はい、山梨のことを知っているお父さんが、うん、山梨を初めて見る小金に、うん、多分こうなるだろうなって山梨は
ら多分こうなるだろうなっていうのを、うん、見せて伝えたか教えたかった。ほらごらんっていう感じで。ほらごらん。ほらごらん。山梨は川蝉じゃないよって教えた。あ、柴田さん。いやいや、カニにとって山梨はご褒美的な存在で。うんうん、よし来たと父ちゃん思ってこれを逃がしてはならぬぞせがれたちよ来いとそれでどうすんの、ね、やっぱ川なので流れていってしまっては、うん、そのご褒美を逃がしてしまうわけだから何のご褒美になるわけ餌ですえ山梨は餌なのだったおいそう逆に不教職に餌お父さんは好きで贅沢品だから長、ね、ついていくのはこのまま流されて本当にどこか行っちゃう止まる止まった、うん、そこを見届けるためについていく、うん、なんて見届けないでそれが自分たちのやっぱ食料であるからこの宮沢賢治は、うん、あの魚はカワセミに食べられちゃって、うん、自分たちは山梨を食べる、うん、その食料を生きていくためには食べていかなくてはいけないんだぞみんな頑張って食べようねっていうような山梨そんな話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 山梨って言ってたのそうあ、そうなのじゃあ山梨は餌だよって言うの贅沢に高級高級品、高級品あ、山梨って知ってる山梨、あの、ね、山梨山に芝がある梨があるでもあれはね、人間は食べないんだよそうなんですね酸っぱくて硬いからへぇだから山梨ってそうそうそう山梨は人間は食べない。すみませんラフランスのイメージ。違う山の梨で山梨なの。そうそうそう山の梨なの。山梨って12月にもできるんですか。だから12月というよりも秋の終わりだから熟すんですよ。だから落ちるんですよ。だからこっちはあの落ちるといえばカワセミは。あ山梨は落ちるんですよ、両方。トップって書いてある。そう、トップですね。だから、ここにまた違いがね、宮崎県では書いてある。両方落ちてくるんですよ。でも、食料。でも、5月のカワセミは落ちてるんですよ。怖いんですよ。でも、12月の山梨は飛ぶと落ちてくる。じゃあ贅沢品になるかもしれない。山梨は何だよ。じゃあそうそう。それで山梨って書いたの宮崎県じゃ。そうそう。この山梨を逃してはいけません。生きていくために食べなきゃいけない。なんかちょっと違うよ。山梨食べるの？お酒だから。お酒になるのね。でも山梨が落ちたおかげで川がいい匂いなんでしょ、うん、だからいい匂いが匂いまで出てきたんですよ、うん、音は静か匂いですよこういう世界ですよ12月至福の喜び至福の喜び今は食べられるのに、うん、今度は食べるために追いかける。そう。前は食べられるために逃げた。そう。今度は食べるために追いかける。そう。食べられる。ね、こっちは食べよう、飲もう。生きていくために。生きていくために。食料確保。なるほどね。食料確保。食料確保。はい、どうぞ。どうしてですか？いや、そことちょっと外れちゃっても。ないです、いいです。その、最初に2枚の青い弦刀ですって書いてあって、最後に私の弦刀はこれでおしまいですって書いてあって、で、この最後に1枚目の弦刀は5月の状況の弦刀で、で、2枚目は12月の山梨が落ちたところなんですよ。だから、生きとし生けるものについても、こうある状況、極端から極端な状況を難しいですよね。その中で、カワセミよりやっぱり宮沢賢治は山梨を選んだ。ああ、なるほどね。とっても対比して、対比してね。で、攻撃的な、こうある種生生きるものの、こうすごくどうなんですか、厳しいっていうか、うん、こう
なんか激しい状況と、こう静かで、こう穏やかでっていう、そういう状況をすごくこう対比して表してて、その中の宮沢賢治のマッチジックなところ、その香りが出てきたりとか、音が出てきて、それでこのさっきは白いカバーの花が出てきて、最後の波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと当てていました。それはまた金剛石の粉を入っているようでしたって、この表現をどういうふうに捉えるのかなって思うのが、ちょっと皆さんに伺いたいなって思って、なるほどね。でもなんか落ち着いた静かな雰囲気であるということですね、ここはね。はい、国さん。追いかけたのは、ごめんなさい、ちょっと今の話が出ちゃった。あ、いいですよ。生きて、生きるっていうことを伝える、伝えるって、生きるっていうことを出したかった、どうして？全部生きるってことですよね。あ、全部生きるんですよ、全部生きてる、みんな生きてる。で、まあ、それが、まあ、鳥と自分、鳥も来るの怖いけど、自分たちだって食べていくよって、それじゃあ弱肉強食って言っちゃうと、もう身も蓋もないんですけど、でもそう、まあ、基本的にはその生きるってこういうことなんだよっていうことを、あの当たり前のような生活の中を取り切って、あのその2枚の言動で教えてくれているなって。なるほど、こういう言葉もすごいですよね。なるほどね。それが生きるっていうことか。なるほど。それで私はちょっと笑われちゃうかもしれないけど、最初のクランボンっていうのは私はね、山梨だと思ってるんですよ。生き物じゃなくて、山梨が、まあ、でもその12月にパタってね、熟して落ちてくるっていうのと、じゃあその5月にはどういう風に吹かれて硬いのが落ちてきたのかわからないんですけど、私は最初のこれがもう山梨だと思っていて、笑ったよっていうのはその山梨のこう丸いのがこう浮かんでいて、それがもう本当にこうなんか楽しげに見えて、からピタッと笑ったよっていうのは、さっきも言ったんだけど、流れの中でなんかこういろいろ動いたりしてるっていう、その姿をこういうふうに描いているんじゃないかなって。でそれが回り回って12月大きくなった時に、本当にその山梨っていう形でバンって落ちてきて、でそれ、その正体も、まあ、正体というか、そのことを子供たちは、ああそうなのかってこう知る、まあ、あれがこの通りだったって分かったかどうか分かんないんですけど、最初のクランボンっていう形で出てきた山梨が、あの最後に山梨が出てきたっていうふうにすごい受け止めていて、なるほど、そうか、そういうのもあるね。なるほどね。はい、田中さんは？三劇に、どうして三劇で山梨の後を追いかけた？なんかみんなの聞いてて、やっぱ5月と12月がすごい対比がすごいなされてる、なんだ、カワセミの時は逃げるものだけど、これは自分たちにこう、まあ、餌だと思うから、思うカニにとっての、餌っていうか豊かなものだっていうか、だからそれは追い、それを追いかけていくっていうこと、3人で、まあ、家族だから、3人で、それを行動でこう移していく、行動で行ったんだろうなってことね。逃げるんじゃなくて追いかけていくっていうことですね。ああ、なるほどなるほど。え、高尾さんは？はい、私も5月は食べられる存在で、12月は食べる存在 で、山梨って何でなったかっていうと、これは幸福の象徴なのかなと思って、で 最初私も、あれ山梨なのかな、クランボンって思ったんだけど、でも宮沢賢治は自然科学に強い人なので、5月の段階では花かなんかのはずなので、そうするとまだ実になってないから、そう考えるとなってないのかなと思ってね、そう考えるとやっぱり私なんか無視的なものかなみたいな、なんかそういう衝動、弱肉強食だから、そう、なんかそういうね、柴田さんの意見じゃないけども、でもなんかそういうのなのかなと思って、やっぱり食べるものだから追いかけたのかしらって思います。なるほどなるほど。はい、じゃあ斉藤さん。私はそのああいい匂いだなって
っていうのが、うん、そうね、うん、すごくなんか幸せっていうか、うん、そのカニにとって、うん、なんていうんだろう、いいものっていうか必要なものっていうか、うん、そんな風に思っていて、うんうん、だから追いかけた。追いかけた。いい匂いね、もう本当にいい匂いってなんとなくこう五感の中ではすごい幸せな感じがしますから、うん、でしょ。うん、追いかけたのかな。なるほどね。はい、そうか。だね、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 はい、はい、じゃあ。山梨で題名をつけたのは皆さんも今答えはいろいろ出ていましたね。じゃあここでね、はい、じゃあ最後最後、私の言答はこれでおしまいであります、ね、なぜこの言答はね5月から一気に12月になったの。6月でもよかったよ、夏でもよかったよ、8月なんで2枚対比、うん、対比させたい。でも三枚だって別にいいんじゃない？何？だって7ヶ月経ったの。どうして？四つ式がある。四つ式があるよね。うん、ありますよ。ありますよ。12ヶ月で4つなんです。4つですよ。なのでだいたい7ヶ月ぐらいだとこうちょうど真半分になるじゃないですか。うん。だからです。だからですってどういう意味？反対の季節。だから春、夏、秋、冬でもよかったでしょ。なるほど。うん、いやでも変遷ではなかったですね。真逆を捉えたかった。真逆。じゃあ春と秋とか。はい、でカニちゃんも大きくなってるんです。うん、大きくなるよ。徐々にではなくて、間を空けた方がボンと成長するじゃないですか。なるほどね。だからです。そういうかもしれないね。わからないね。でも宮田賢治は本当に2枚の幻灯で表した。何を表した？みんなが言ってるように、もうやっぱり生生きるっていうことの意味を表しているのかもしれないですね。で宮田賢治は何だっけな、それはちょっと見た中では、あ、これはすごいなと思ったのは、山梨って結局何もしないでしょ。うん、何もしない、ただいるだけなんですね、うん、ただ腐って魚のお酒になったりするね、川崎って動くね、うん、で魚もみんな能動的なんですけど、うん、山梨って何もしないの、静かに落ちて匂いを出すだけ、うん、なんかそれがね、私は宮田賢治らしいなと思うんですね。何もしない、ただ熟して落ちてくる。で人間には食べられない酸っぱい語り、それが水の中に落ちて役に立つ、そういう山梨の雨にも負けず的な、ね、そうですよ ね, すよね。なんかほら何にも役に立たないでしょ山梨って、人間に。それだけどもこういう世界の中では山梨ってすごい存在になってるかなと私は思って、あ、山梨って題名じゃなくて三匹のカニっていう題名じゃなくてよかったのかなとかやっぱり思うんですけどね。はい、じゃあここで私の話のおしまいであります。じゃあ皆さん最後に感想を書いてください。髪をなぜやったんですか。はい、こいつか、はい、これ回してください。宮田賢治についてじゃなくてこういうし、この作品についてじゃなくて回してください。はい、今じゃあ、皆さんの考えたコメントを書いておかなければまたこの心はなくなってしまうので、はい、思っているところをちょっとどんどん書いてみてください。はい、この内容についてでも結構ですし、この作品についてでも結構ですし、この皆さんの会のことについて書いても結構です。何でも結構です。で読み上げてもいつもそうなんですね。でこのお話について書いてもいいですよ、だからこの会について話してもいいですよっていうことを言うんですね。で文学っていうのはこういうのは答えはないんですね。だから皆さんが自分の思ったことを想像するっていうのです。
しか。なんかこの家だと山梨ってこんな山梨、はい、うん、こんなあんまり私も買ってて読んでないんですよ。見るとなんか箱になっちゃう、ゴリゴリの、うんうんうん、本当にこう、うんうん、この間ね、うん、桃太金徳家も何で桃太郎か、うん、の桃も昔の桃っていうの出てたんです、うん、あ、硬いやつか、硬いやつ、うん、そしたらそれをね、うん、食べてたらしいです、うん、だけど食べると、うん、酸っぱい、苦い、うんうん、だから薬みたいに、ね、あんまり下痢になっちゃって、ね、そうですね、まあ、薬みたいにしてたとか山梨も食べられたから梨というイメージないね、山梨みたいだね、まあ、あんまり美味しそうではないね。はい、これはこれでこの人の川上さんという人が描いたあの鍵だ絵ですね。うん、まあ、これは山梨の絵本はないんです。うん、そうですね。絵本でもいいんですけど、私は今みたいに絵本じゃない方が面白い。うん、面白い、うん、ですね。で、クランプをもらったよって言うと、もう何にもどんな絵にしてます。絵もね、絵もね、想像の世界です、ね。想像ですね。これは。これはカバー、カバー、カバー、あ、でも木蓮じゃないんだ、どうやって木蓮とか拳とかね、そうだね、これこれですね、クランボーは全然わからない、書いてないよね、書いてないよ、書いてないですよね、でこっちはね、天笠さんが言った天井の城っていう字はうちの天井って書いてある、だから直してあるので、どっちが本当かどうかわからないけど、上って書いてあると両方に解釈できるね、うんうん、でも教科書それに自分が習ったのはそれに近い、こっちですよね、そうなんです、うん、それをね、うん、一応買ったんですが、見ると中を見るとと思って、うん、でも庄司先生は宮沢賢治の文だけの買ったんですよね、うん、うん、そうそうそう、影響されてね、カニの子供もさ、なんかね、文字だけで見るとカニらしいけど、こういう絵で見ると丸毛だなと思ってね、これ魚ですね。やっぱここだったらこう黒いですよね、下のね。それは分かるけど、やっぱり絵本で、カワセミ。ああ、なるほど。カワセミ。ね。カワセミが、こう動きました。それ年齢的なものがありますよね。子供が読むにはそっちの方がいいかもしれないけど、ある程度、6年生とか中学生とかの人たちにとっては、やっぱり文章だけで読んでた方がね、頭の中で想像しながら読んだ方が広がっていくのかな、うん、そうですね、だから原作本と映画とどっちがいいかっていうのね、あれですよね、うん、私もやっぱり青空文庫で読んでみて面白いなと思いましたね、あ、難しいね、これね、難しいっていうか、なんか面白い、宮沢賢治のさらに難解な部分です、ね、だからよくこれを小学校6年生のさ教科書に載せたなと思う、ね、覚えてないですよ、綺麗な話とかしたんですね、難しいね、なんでだ、ここは先生たちですから、これだけね、いろんな出ましたけどね、うん、あ、
じゃあ、書けた人いますか、うん、じゃあ、あと2分ぐらいで書いてください。うん、なんかあの書いてなくても、言っちゃってください。うん、はい、じゃあ、ママさん。いいですか、はい、いいですよ。はい、いいですよ。山田さん、これ読めばいいんですか。あ、それ読めばいいです。はい。こんな短編なのに何回、これが小6の国語教科書に教材として載っているなどいただきます。お大事です。しかし、このように読み上げ教室で大人が読み解く楽しさも感じました。うん、今日は本当に楽しい体験でした、うん。生きることの厳しさをさりげなく教えてくれたようです。あ、なるほどね。そうなるほど。なるほど、なるほど。はい。はい、どうぞ。はい、今の青い勉強は5月の太陽の光の下の水底の世界と12月の月明かりの下の水底の世界の2枚です。今回読み上げで皆さんの話を聞いて2つの世界の様子が本当に幻想のように映し出されて、美しい景色を楽しむことができました。宮沢賢治の言葉の伝え方が好きです。山梨は、特に3匹はボカボカ流れていく山梨の後を追いました。横ある木と、うん、そこの暗い木の影帽子が合わせて、ずっと踊るようにして山梨の丸い影を見ましたなど、ちょっと可愛い風景だなと思いました。情景描写はね、ちょっと面白いですよね、はい、すごくね。やっぱり宮沢賢治らしいっていうような、まあそれほど詳しくありませんけど、そう思いますよね。はい、はい、どうぞ。はい、自分一人で読んでいると、うん、私は宮沢賢治はあんまり得意じゃないので、なんかよくわかんない話だなって終わってしまったかもしれないんですけど、皆さんと一緒に読むことで、その考えとか読み方、人によって違うんだなっていう受け取り方を聞くことで、そのお話の世界が広がって、ああ、そういう読み方ってあるんだなっていうのを気づくことができて、読むことが楽しくなりました。で、その自分と違う人の考えを聞くと、そうなんだと思って、さらにこう文字を詳しく追うっていう気持ちになるので、読むことが楽しくなっていくなって思いました。なるほどね。そうですね。自分と違うことばっかりしてたのね、皆さんね、はい。同じ、ね、本を読んでるのにね。なるほどね。はい。次行きますか。あ、高尾さん。はい。久しぶりにしっかりと先生の読み読みを見ることができ、参加することができ、とても幸せな時間でした。あっという間でしたが、今までなんとなくはてなと思っていた山梨を深く読み考えることができました。ただ美しい情景の話とかしか思っていませんでした。やっぱり読めてなかったんですね。でも言葉の美しさはやっぱりうっといです。今読んでも。自分は小学校の時山梨を勉強したんですが、本当にはてななままでした。こんなに楽しく読めたことが嬉しいです。これからも紫陽花で読み読みを実践していきたいなと改めて思いました。多くの考え方があり、本当に楽しかったです。以上です。ありがとうございました。まじゃあどうぞ、これ聞いて。すみません。はい、何度も読んでいた山梨という作品ですが、いつも独り読みが中心だったので、たくさんの人のお話、ご意見を聞いて、新たな解釈が生まれ、作品の細かいところに目が行きました。新鮮な気持ちでお話ができて嬉しかったです。宮沢賢治の情景の表し方が改めて素晴らしいなと思いました。ですね。はい、ありがとうございました。はい。はい、どうぞ。はい、最後の最後までどうして山梨っていう題名にしたのか分からなかったんですけども、最後の宇崎先生のこの幻想の話が終わった後の最後のほんと数分で、山梨はこの話の中で唯一何もしないもので、人にも食べられない存在で、だけど川に落ちてその世界で役に立つものになるっていう話を聞いて初めてこうハッとして、それまで山梨の話をいろんな表現方法があって面白いな、さすが宮沢賢治だなとか、今まで読んだ、自分が読んでた時はどうしてもカニの会話とかそっちにこう意識が向いて、細かな描写とかそういったものは特別こう重きを置いて読んなかったんですけど、ただ山梨はどうして山梨なんだろうってずっと思ったんですけど、
高尾先生がおっしゃったように雨にも負けずにある、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたいっていう宮沢賢治の持っているこう考え方を、山梨の中でも人の世界では役に立たないと思われてても、他の世界では意味のあるものになって、それぞれの命の生き方があるっていうことを教えられたような気持ちになって、すごく面白く思っていただきました。ありがとうございます。はい、はい、いろいろな解釈の仕方があって面白かったです、うん、人によって感じ方が違うから、うん、賢治が本当はどう思っている、どう思って書いている話なのかわからないけど、うん、考えたり想像したりするのがすごく面白いなと思う。そうでしょ、うん、人にとっての季節を感じる見方と、うん、川の中にいるカニの季節に対する感じ方が違っていることだったり、うんうん、あと暗くて怖い5月とか、うん、あの花が弔いのイメージになっているとかね、うんうん、もう初めて考えましたし、うんうん、私妹がいるんですけど、うん、妹は本当に勉強がもう全然得意じゃないとか嫌いで、うんうんうん、でも、うん、あの宮沢賢治って言ったのクローボンのやつでしょっていうふうに言うぐらい、うん、すごい印象が多分強かったって、うん、でもあれ特に意味わかんないけどどういうことって、うん、あの夏に、うん、あの妹と旅行行った時にその話をしたのを今思い出して、うん、あ、そうやって印象深いものだけど、うん、こうやって読んだらもっともっと面白かったんだろうなって、うん、ですね、ちょっといいなと思います。良かったです。はい、はい、はい、どうぞ。青い幻灯っていうのはどんな感じだったのかなって、それを見てみたくなったなっていうのと、なんか青だからなんか青っていうことにもなんか意味が込められてるのかなってちょっと思ったのと、私は花巻の賢治のなんか博物館っていうか、なんか美術館っていうか、そういうとこ行ったことあるんですけれども、なんかもう一回行って見てみたら、そのこの間行った時とはなんか違うような感覚になれそうな気がちょっとしたのと、なんかそこに行ったらまたこの山梨に込めた賢治のメッセージっていうんですか、それがまあ今日も皆さんの聞いて、おなるほどなっていっぱい思ったんですけれども、そういうのがまたそこからも感じ取れるかななんて思って。そうですね、毎回毎回新しいものがね。でなんか家になんか5年生の頃読んだ、いや宮沢賢治の本、なんかこう全集みたいなやつ2冊あるんですけど、なんかまたちょっと探して読んでみたいなって思いました。はい、全然古びてないですもんね。はい、まだ出ない。はい、はい、どうぞ。私もちょっと同じような私の山梨の実験について書きました、うん、最初の書き出しにある通り、2枚の青い幻灯、2枚の幻灯ではなくて2枚の青い幻灯というところに私もずっと、意識がいっていて、作品中に何度も何度も青い青い青青って出てきて、最後も青で終わるところから、やっぱり自然界に対する想像と宮崎賢治のその美しい世界っていうのをすごく私自身が楽しめたように思います。で5月と12月の2枚、どうしてこの2つだったのかなっていう時にも、私の中ではやはり青いよとか青い世界というのが一番生きる月で、また対比して私たちにこの世界観とか想像を楽しませてくれる一番美しい二月ではなかったかなと思います。だから子どもたちにとっても、自然にこう想像力が育ませられるような、いい絵が頭の中に描けるその二つの季節を選んだのではないかなと思いました。でそれからこの二つの絵の中に、やっぱりテーマの根底として生きるということが自然の中に存在するということ形で、描かれているのを2枚の言動から私も感じ取れたので、すごく考えさせられる時間でした。で最後にあのクラムボンっていうのをやっぱりずっと考えて迫った時に、なんか私の中では人の想像力のことについてクラムボンって言ってるんじゃないのかなというふうに読み終わった今思いました。でその理由はやっぱりこの2枚の伝統を私たちイメージしなければこの話は読み進められない、って時にクラムボンって何だろうって多分全員が考えて全員が想像したところに多分宮沢賢治の意図があって、やっぱり私たちは本を読みながら想像力を働かせて作品を楽しんでっていうメッセージがもう一つ隠れていたのではないかなと思った時に、やっぱり宮沢賢治のやっぱりこの作品の強さっていうのをすごく、すごいですね。はい、本当ですね。
造語であるんですけどね、ここにありますね。はい、まだ言ってない。はい、田中さん。読みます。宮沢賢治の心底の優しさに触れられた気がします、うん、彼が2枚の幻灯で表したのはやはり2枚目の幻灯をみんなに届けたか言いたかったからなのかな、うん、彼自身がそういう方山梨のような生き方に憧れていた、うん、あ、なるほどね、好きなんじゃないかなと思う、うんうん、で私自分はとって全然どっちかというと、うん、自分の生き方は完全に5月遊べるじゃん人間というか、あ、私だけがじゃなくて、うんうん、逆に何て言うんだろう、どっちかというとそっちに近いなって思うんです、うんうん、肉食べるし、そうですねなんだけど、うんうん、なんかやめこれを読んでなんかほっとしたりいいなと思ったり綺麗だなって思う心はまだある、まあ、っていうかあるの で、うんうん、で山梨もなんか菩薩最後落ちてきたなんか菩薩様のようなそう、ね、うん、太陽のようだなと思うか、うん、思う心は、ね、心はのあるなって思いますので、うん、だけど明日からまた弱肉強食に、うん、もう帰っていくしかないです、ね、自分もいるなって思います、うんうん、でなんかやっぱりあの宮崎県って視覚とか嗅覚とか聴覚とか、うん、いろんなものがすごく刺激されて心が刺激されて終わるかなって思いました、うんうん、すごいですね、本当ですね、はい、まだの人は、はい、じゃあ国井さん、湯田さん、庄司さん、はい、そんな最後の子供はね、その教材を読み解くっていう面白さ、うん、あのやっぱりいろいろあの皆さんにも出てましたけど、うん、感じたことみんな違うので、うんうん、それをこう出せる場があるっていう、ね、うんうん、ことがすごく大事で、うんうん、本当にこれぞ教材研究って、うん、まあ、その言い方やだけど、うん、でもね、そういう教材研究を本当は学校でもしてもらいたいなって、うん、学校ってやっぱ研修とか研究とかなると、うん、狙いは何でとか、うん、あの、うん、この力をつけなきゃいけないとか、その片付けでずっと入っちゃうので、うん、いざ教材研究しましょうっていうと、なんか子供をどういうふうに動かしたらいいかみたいな、うん、どういう学習問題しようかみたいなことから入っちゃうので、うん、やっぱりこういうふうにこう先にそのものを自分たちの方でこう見て、うん、じゃあどうやってやっていこうかっていう、ね、うん、そうですね、みんな一人一人違ってくるはずですからね、はい、それがやっぱり大事だし、うん、なかなかそれは多分学校の現場はないんじゃないかなって、うん、でなんか昔はね、瀬戸川東小学校のことを思い出しちゃって、うん、あの頃は割とこういうことしてたってしましたね、うん、はい、だから今でもその面白さっていうのは私の中でも生きてるし、うん、こうなんかあのいろんなやり方でっていうのは、うん、それはすごく基本にあるので、うん、またなんかそれに触れることができてよかったなっていうのが一つです、うん、それから疑問点が二つあって、うん、あ、すみません最後なんで、うん、ね、先生がなぜ最初の一番を何度も使ってるんですかっていうふうに聞いたのはどうしてなのかなって、うん、皆さんクランボンって何だと思いますかっていうふうに聞かなかった、うん、でも結果的にはクランボンこういうものじゃないっていうところに行ってるんですけど、うん、その何だと思いますかって聞かなかったところの意図は何かなっていうのと、それからあの2番の問題、答え2番は何で持ってきたのかなっていうのが、でこれよりはその5月と12月の、まあ、どうして2番の言動にしたのかの方が、あのよく考えさせられることになるのかなっていうふうに思ったのと、または5月の川底はどんな色とか、でその作る時に想像の世界で分かることではなくて読んで分かることを多分問題にしていらっしゃると思うので。そこのところがこの言葉じゃあ私の言葉じゃダメなんですけど、その5月と12月を対比するような問題を2番に持ってきてもよかったかなってちょっと思った、うん、それはね、もうすぐ思い浮かぶんですよ。でもね、クランボンは何だろうって言ったらもうそれだけなんですよ、ね、うん、そうじゃなくてクランボンを何度も、何度も使ってるっていうことにね、そこからカニの子供たちがそれ執着してるんだっていうことに来たわけで、クランボンは何だろうっていうのは誰の視点ですか、私たちの視点で、そうですね、カニの子の視点っていうものに来たかった。それから2番目はカニのお父さんっていうね、唐突に持ってきたわけだ、うんうん、でもこれはなんでカニのお父さんはこういうことを全部知ってるのかっていう全知全能なんですね、カニのお父さんって本当、うん、だって生きてない、生きてない、みんな経験値だって言いましたけど、うん、本当かな、なんでカニのお父さんは知ってるのっていうところはね、すごく子供だったらやっぱ思う
と思うんでね、うん、私これすぐ、まあ、5月と12月の世界って対比ができるんですよ、うん、子供は。でもカニのお父さんっていう存在を言ったからカニのお母さんっていう存在が出てきたかもしれない、うん、でカニの子供たちの視点っていうのはやっぱりここから抜かしていけないんですよ、山梨から、うん、と思って私はわざとこういうのを作った。だから本当に5月の世界は何って一言で言えば、5月は区切って何明るいくらいなんとかなんとかって皆さんすぐ出ましたよね、うん、でもフランボンって言葉を何本使っているのかっていう時に、はって言って田中さんが好きなのかもしれないとかね、そういうカニの子供の視点が出てくるんです。だからカニの子供っていうのとカニのお父さんっていうその視点はやっぱり出したかったです、うん、だからまあよく最初はね、私も5月の世界は何ですか、12月の世界は何を表してますかってもうすぐ出したかったんですよ。そしたらまたもっと出たかもしれない。でもそうするとカニかどこか行っちゃうでしょ、うんうん、なんでカニがいる必要があるの。そうですね、私たちの脳みそが川底に入らないんですね、うん、入らないよ。上から俯瞰して、うん、こう客観的に事実を述べてるだけになっちゃって、山梨の作品の何、はい、検証をしてるような、研究してるようなもんじゃない。でも仮の子供の視点を持ってこなかったらこの作品は読めないんじゃないでしょうか。で、私は思った、うん、そう見えないですよね、うんうん、そこから読むように。そう、分かった、忘れました。いいですか。今忘れました。そうなんですよ。だから仮の子供と仮の子供の視点っていうものから見ているんだっていうことにもっと迫りたい。クラフォンは何だろうって言ったら自分の視点で読めるんでしょ。そうすると違うでしょ、客観的なね。ということでちょっと請求っていうか、まあ、きちんとしたあれではないんですが、私の考え。はい、ありがとうございました、はい。色がとてもキラキラしていて綺麗だと思いました、うん、私は、この作品を自分で教えたことはないんですけど、うん、自分が子供の時に読んだ時に死んだとか殺されたとか、うんうん、カワセミが出てきて食べられてしまうとかが出てきて、なんかとてもそれが強烈に残ってしまって、うん、怖い話だみたいに思っていたんですけれども、うん、今回、まあ、大人になってもう一度読んでみたら、うん、カニの親子の会話などをこうほのぼのとした感じというか温かさっていうのも伝わってくる作品で、残酷だけではないというか、人間としての営みというか、まあ、これはカニですけれども、そういった人間的な部分っていうのが出てるのかなって思いました。以上です。だ上から目線の客観的に読むっていうのは簡単なんですけど、自分がこう入ったところから見るっていう視点をこれで作ったんですね。今日はどうもありがとうございました、うん、宇崎先生がこの山梨の授業をやってくださるっていうのを聞いて慌てて私ももう一回こう見てみたんですけれども、うん、お話をどんな質問が出てくるのかなって、うんうん、それで最初に他人の子供らはフランボンという言葉を何度も使っているのか、なぜ使っているかって、うんうん、っていう質問が出たので、うん、そのクランボンっていうのは何なのかっていうのを皆さんにお聞きして、うん、のを聞いた時に、うん、あ、いろんな取り方があっていいんだなって、うん、私なんか、うん、あの時にはカニが自分の口から吐いた泡かな、うん、そうですね、そうですね、かなって思ってて、うん、あれ違う、他の人たちはそうやって取られない、うんうん、本当にいろんな捉え方があるんだなっていうのをすごく感じました、うんうん、そうだね、はい、それから宮沢賢治は山梨で何を表したかったのかっていうか、うん、何を読んでほしいと思ってこれを書いたのかなと思ったら、うん、やっぱりこの人は、うん、5月とこう12月の対比をして、うん、本当5月はこうなんかこう争い事みたいなのがあって、うんうん、で12月になると平和が訪れるでしょ、うんうん、だから宮沢賢治はやっぱり平和というか、うん、いつもそういう世界であってほしいなっていうことを望んでるお方なのかなって、うん、そうですね、うん、そういうなんかベジタリアンだったらしいですよ。だから本当に肉食は拒否した、うん、そうですね、うんうん、だから最後に、うん、さっきね、うん、おっしゃってましたけれども、この大が山梨になったのは、うん、やっぱり山梨は水の中に落ちて、うん、いずれはお酒になって、うん、なんか平和、うん、平和の象徴みたいな感じで、うん、書いているからっていう、うん、
それで題名が山梨に決まったっていうのが本当にあの私は落ちたっていう感じがしました、はい、すみません、あの足してあの考えてるだけです。素晴らしいと思います。皆さんがいつもと違うメンバーの、うん、そうですよね、読み読み教室をあの先生がやってくださって本当にありがたいなって、はい、どうもありがとうございました。終わりです。じゃあさっさと片付けます。次回は